大人の女性の恋愛とかも挑戦したいなと思います。考えてないというより何もない。今一番自分の中でやりたい仕事っていうのは、まあ、女優なんですけど、20後半なので、20後半らしい役というか、ちょっと今までよりも大人っぽくなっていきたいなって思っていて、あんまりやったことがないのは恋愛系というか、その大人の女性の恋愛とかも挑戦したいなと思います。ああ、それもこの Q&A で答えてるんですけど、あ、Q&A で答えてるので見てください。ちなみにその内容は、あ、まあ、本当にやっぱ私自身仕事が大好きで、結構こう集中しちゃうタイプというか、こうまっすぐに行ってしまうタイプなので、今はもう全く恋愛考えてないというより何もない。なんか何か欲しいとも願ってるわけでもないんですけど、普通に何もないから、まあ、機会があればって感じですけど、今はもう仕事一直線やるしかないなと思ってます。ありがとうございます。